です。では実際に走らせてみたいと思います。電源はここにあります。電源をオンにします。では絶対に走る車から先にやります。絶対に走る車は1台です。これです。まずはこれでやっていきたいと思います。次は、走らない車をやってみたいと思います。まずはこれです。走らないかどうか分かりませんがやっていきたいと思います。ここで引っかかっちゃって走りませんでした。次はこれです。ここからこう遅くなってこれ倒れてしまいました。次はこれです。これもこれと同じでここで引っかかっちゃってこれ止まっちゃいました。次はこれです。次はこれです。重くて走れないです。次はこれです。これをここでスピードが落ちてしまいここを倒れてしまいました。次はこれです。ここが急すぎてこうやって倒れてしまったのだと思います。次はこれです。あと少しです。あと少しだけどできませんでした。次はこれです。ここで引っかかっちゃってしまいました。次はこれです。ここが重いので、こう倒れてしまいました。最後はこれです。これは絶対に走らないと思いますが、やっていきたいと思います。これはそもそも動きません。絶対に走る車は、絶対に走らない車と比べて軽いです。コースターは別で販売している車は、重いので走らないのだと思います。もともと付属でついている車は軽くできているので回転しますね。トミカのコースも面白いのですが飽きてしまってこのように速く走っているホットウィールで遊んでみたいと思ったらぜひ遊んでみてくださいね。別の動画ではコースを改造してみたりミニカー以外の何かをコースに乗せたらどうなるかを実験をしてみたいと思います。チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれたらうれしいです。リリリリでした。ホットウィール最高。バイバーイ。